はい、お疲れ様です。今前半を9個終わってですね、はい、私のスコア51です、はい、うん、でパターが16だ、はい、バーディーありますからね。バーディーあり、バーディー大きい、ボギー2、ダボ3、こんなもんですね。ただパターが16っていうのはすごくいいことだと、そうですね、うん、思います、はい、ここグリーンが小さいからパター少ないのかもしれないですね。よくわかんないですけど、まあ後半頑張ります、はい、そして90台が見たい。そして最近の僕のクラブセッティングをリサちゃんに見てもらうのコーナー、はい、これは誰が得するんだっていうふうに皆さん思ってるかもしれないんですけれども、実はたまに来るんです。お兄さんのクラブセッティングが見たいっていうコメントが来るんです、はい、これ1年前にピンに行って組み立ててもらったドライバーです。ドライバーはあまり変える気がもうないです。シャフトが硬くて重くて触れない時がたくさんあるんですけど、まあ頑張ろうと思ってます。次これ M2、 これを買った理由はすごい簡単で、僕は実は今まで9本しか使ってなかったんです。こんだけ9本で、ドライバーの次が6番アイアンなんですよ。そうするとこれで飛んだり飛ばなかったりするんですけど、間が60ヤードか70ヤードくらい離れてて悲しい気持ちになるんで、なんとなく入れました。で、5番ウッドだろうとかユーティリティだろうって皆さん言うんですけれども、打ってみたかったんです。苦手です。次6番7番8番9番全部オンオフ、ここまで46、52まで全部オンオフです。これを選んだ理由はダブルイーグルに行った時に店員さんにいろいろ打ってみてって言われて、打ってみた時に一番まっすぐ飛んだから。で、その前使ってたクラブよりも全部10ヤードくらい飛ばないんですよ。で、まっすぐ飛んだんでいいやと思って、こっちがいいと思って、距離よりも正確性、うん、そうそう、まっすぐ飛ぶ、多分飛ばないからまっすぐ飛ぶんじゃないのかって勝手に思ってしまっていてるっていうことと、あと後で調べて分かったんですけど、これ全部4度刻みなんですよね、うん、このクラブは、うん、だから46は確か4度か4度刻みなんで、まあ、52、58って感じでいってるんで、なんかいい感じじゃないかなと思って、あとパター終わりやってます。どうですかこの考え。いや、ハーフセットかなって思いました最初少ないみたいな、なんかあれ、なんかガラガラみたいな、ガラガラなんですよ基本ガラガラなんですよ。びっくりしました。なので、まあ、でも苦手なクラブは打ちたくないっていうことですね。打たない。これは結構なんか練習された跡が見られるんですがどうですか。ですね、そういうことじゃなくて練習に行くと大体こうなる1回目でこうなるダフルみたいな。なるほど。この間はいつか揃うといいんじゃないと思うんですけど、うん、まだ焦らなくていいかなと思ってて、はい、この辺も別にいらないかなと思うんですけど、これゴルフフェアの時にあって買いました、はい、知らないおじさんに、はい、なんか勧められて買いました。いいんじゃないと思ってでもこの間はちょっと入れた方がまあ、ね、いいですね、はい、うん、いつか買います、はいはい、近道かもしれないです。それがオノフ仲間ですね。そうです、まあ、やっぱいいですよね、うん、あの最近のクラブってここが広くて重いじゃないですか、はいはい、あれがすごい苦手で。わかります。だからこれにしたんです僕、はい、私も好きです、オノフ、うん、顔がね、そう構えた時のとても、うん、感じです、はい、そんな感じです。じゃあ後半も頑張ります。頑張ります。後半もお願いします。全部受け止めてくれるいいホールです。お願いします。お願いします。あれ、チーピン、こんな感じ上から来ましたね、ちょっとね、はい、
だけちょっと気をつけてみてください、はい、アドレスはもうだいぶできるようになったので、あとは脇、はい、おい、すごいなんか上に行った、ちょっとダフっちゃった分あしょうがないですけど、でも、やりたいことは分かりますった。おお。詰まったあたりだったけど。確かに確かにそうかな、キャーいないっす、キャーあんまいないです。俺はパーだ、オークリーマンじゃなくてパーだ。までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。